前にバウンドし、その反動で片足、手、顔と順番に後ろにひねります。手をもう一度ひねりながらかかとを前に移動して残った足を揃えてください。片足を前に出し、上半身をツイストさせてください。手を反対に振りながら、ツイストした反動で反対の足を持ち上げ、前に移動します。手と足を左右対称にリフトし、上げた足を後ろにツイストしてください。その反動で上半身を後ろに移動します。手と足を左右対称にリフトし、腰をロールしながら上げた足を後ろにツイストしてください。その反動で上半身を後ろに移動します。両手を揃えて足と一緒に左右交互に動かし、下に溜めるようなアクセントを入れてダウンでヒットしてください。アップで軽く持ち上げ、浮いている感覚のままダウンします。基本形はありませんが、片足に重心を乗せるように練習してください。基本形はありません。ビートのクラックに合わせアクセントを入れて止めましょう。基本形はありませんが、体をツイストした状態からオンビートでヒットして、アフタービートで逆にツイストしながら移動するようにしましょう。基本形はありません。ビートのオンビートとアフタービートにヒットするように心がけてください。上半身を前に少し倒し、片方のヒップを足と一緒にゆっくりと持ち上げて前に移動します。
基本形はありません。動きを止めた反動で膝から上、または頭や手首を軽くシェイクしましょう。基本形はありません。おもちゃのイメージで手首を伸ばしたままツイストやステップなどのバリエーションを加えましょう。肘を水平に上げ、手首を中から外にスイングしながら、横にかぶさるようにバランスをステップします。寝ているイメージでバランスを崩し、その方向に軽くひねりながら片足をステップします。体を持ち上げながら残った足をクロスして揃えてください。両手を上げた方向と反対に片手を上げ、手をクロスしたと同時に膝を内に合わせてダウンします。起き上がるときは自由に動きましょう。基本形はありません。手を体のいろいろな関節に持っていき、運ぶようにずらしながらアクセントを入れましょう。基本形はありません。指先から波を体の中に入れ、また外に波を出すようにヒップやティップなどを入れていきましょう。頭、肩、胸、腰、足の順番でウェーブしながらステップアウトしていきましょう。